伏せていったら見えない。おあ、大丈夫。あ、大丈夫。多分大丈夫。お前につ ついていくよ。ねえ、もうこれ。プーさん、蜂蜜のためならピグレットを木にぶち込んだりするド畜生だから。そんなやつだっけ。あ、木じゃないな、蜂の巣だろ。あ、なんか危険そうなところ通るけど。ね、上真っ赤っていうか、大丈夫大丈夫。マヤがすごい。あの、ただの、あの、釣り人のふりをすれば、スルリ。スルリって。よしよしよし。武器3丁持ってんの。本当にスルーできちゃった。あ、今通った場所に HTI あるじゃん。あれ、ワイルドランズで使ってた。ほんまに？うん。強いスナイパーだっけ。戻ろ。戻ろ。それは見逃せない。これだもん。HTR、ヘリとか一発でドーンってしてて、150よ。150？これ決して絶対頭にヘルメットとかついててさ、ヘッショできないやつだよこれ。マジで？まあ、それは偵察次第だけど。ちょっと待って。あ、くっす。あ、でげえ、ここ。え、ヘルメットは、できた。あれはヘルメットなの？それともバンダナ？わかんない。でも俺と同じ髪型のやついるよ。もう引かん。もう引かん。あ、硬いやつはいるわ。ああ、だよな。あ、もう一人いる。どうせいるよ。150ってのはこの二人のことだ。なるほど。そいつらやれば別に、あとは普通って感じかな。かもね。あと、まあ、施設の割にそんなに敵が多いわけでもないな。あれ、電源的なやつあるのか。うん、ちょっと待って。俺もドローン出すね。そうだ。お前も、俺に任せてんじゃねえぞ。ああ。警察に任せて遊んでようかな。あの、奥の建物もあって、そこにも敵がちらほら、いらっしゃる。ね、いるね。あ、無人機ある、無人機。ドローンの感度下げすぎたな。無人機めんどくさ。ベヒモス無人機ある。あの、ドローンで敵に見つからないように気をつけてね。OK、150。待って、ランチャー兵いるよ。え？ RPG 装備したやつで。過激派や。そう、こいつ。150。でも、早い段階でこういうところを制圧できたら、アドにはなりそう。ね。HTI あるし。HTI が欲しい、マジで。ちょっとあの、ピンつけたランチャー兵、一人だからスナイパーで倒すわ。本当に？大丈夫？大丈夫。任せとけって。あ、もうそっちまで移動してんだ。さあ、あれ一人しかいないからね。はい、オッケー。ナイス。期待していい？良いのか。期待していいよ。なんとしても HDI を手に入れるぞ。ね、欲しい。そか、ランチャー兵倒したらランチャーなんて大嫌いっていう実績解除された。間違いはない。あー、なんか、あの、この近くにいる二人の兵士はやれそうだね。ちょっと待って、 そっち行くかな。あ、ここあの、もう近い。あー、 OK。 左のやつ一人だから、拘束してバレないところに捨てようかな。拘束する別に倒してもよくない。まあ倒してもいいんだけどね。その方が安全だ。まあ、バレそうになったら撃ち殺すよ。大丈夫だわ。よいしょっと。はい、一緒に行こうか。一緒に行こうか。ふっ、どうしたの？バカ野郎。バカ野郎。バレないとこにバレてる。あ、150レベルだぞお前。おい、まあ、狙撃兵も奥にいるんだぞお前。あ、待って、あ、戦車だよあれ多分。あれね、撃てば壊れる。本当に？おお、迫撃砲みたいな。あ、やばい。おお、
言われちゃってるもう本当にいつものだ。もうどうすんだこの状況。痛い、いやクソ痛い。あ、痛いおお、もう死んでるしもう。ああ大丈夫、一回は起き上がるよ。もうこっちも迫撃砲みたいなクソいて。これね、一回死んでやり直した方が早い気がしてきた。ああ。やりやがったなお前。やりやがったな。これはやりやがったな。いや遮蔽物がねあるもんかと思ってた。お前ワイルドランズとちょっとね。時はさ、俺がめっちゃバレてたけど、今回そっちじゃねえの。親の顔より見た光景。もっと親の顔見よう。待って、あれ待って、これどこ、あ、そこか。そうそうそう、ちょっと離れた位置にリスポンしてる。そう、HTI まだ取ってないんだからさ。ぶっちゃけ HTI さえ回収できれば何でもいい感はあるけど。ほんとデザートイーグルの設計図とかあったよ。あ、ほんとに、ほんと。あ、そっか。落ちてる武器を振らぶ、落ちてる武器を拾う分には設計図もクソもないけど、特定の武器を作りたいなった時は設計図が必要か。そう、設計図ないと作れんよ。いや、にしてもこれ敵が多いな、武器周辺。わかる。まずさ、監視、あ、電源装置があった。電源装置を切ったらな、ベータの時、電源を復旧させに行くじゃなくて、敵だってなったんだよね。あ、もう壊された瞬間、敵だみたいな。壊したんじゃなくて、俺は電源を不覚にもオフにしただけなんだけど。いや、それ勝手にさ、家の電気とか消されたら誰だってなるでしょ。そういうこと。ごく現実的なことを言われて、うん、まずさ、あの左側の監視塔2本の上にそれぞれ、うん、なんか狙撃、うん、スナイパーが1人ずつ配置されてんだよね、うん、いるね。あれをやりたいな。多分同時にやった方がいいんだよね。あれに、あ、片方やられたらバレちゃうかな。どうだろう、わかんないんだ。このヘリポートの上に行きたいな。どっか、ね、ここなんかすんごいいい狙撃ポイントって感じ。この辺から頑張って登れないかな。あ、でも戦車がね、戦車じゃない、無人機か、無人機がすぐ近くにいるから嫌だな、ね、あ、ジャガーノートみたいなやつもいるし。あ、もこのもや、あ、お前か。とりあえずダメ元で、あの監視塔のやつ一人やってみてもいいかい。いいよ、まあ、監視塔まずやんないと、ね、やった。まあ、あの監視塔登ってもう片方のスナイパー倒すとか良さそうで、ね、ああ、それでもいいよ。監視塔の方に行ってもいいよ。オッケー、この辺誰もいないし、ね、うん、あとね、ここに敵が一人ずつ、双方位置の確認はしてんのかな。あ、してない。オッケー、俺をこいつをやる。あれ待てよ、あれ重装備だな。一撃で殺せるかなってとこはある。撃ってみていいかい。おおお、頭を。あー、動いちゃう。ちょっとあいつは倒しておきたいな。三つらも片方。若干ね、霧が。あー、ね、もう片方俺こっから撃てそうだな。あー、撃てない位置に行かれた。よし、やれそうならやっていいけど。やれそう。いやー、待って、影と同化してる。ういっ、やった、ナイス。ちょっとね、あの船着き場にいる2人は無視しよう。まあ離れてるし、うん、大丈夫かな。で俺はもう片方の監視塔に登ってみようかな。はいはい、
もう俺の監視ともう撃てそうなやついねえから降りるわ。あ、本当に？うん。ちょっと霧が、霧がすごい。霧すんごいんだよ。霧がすごい。スナイパースコープ覗いたらさ、全然見えねえん。てかドローンも全然敵見えない。あ、マジでドローンも見えなくなる。ああ、見つらい。いや、無人機いるよ。つかドローンさピンしてくんなくなっちゃったんだよ、ね、マジで。ああ、指揮官、指揮官。待って、この民家もう一人敵がいると思うんだけど見えない。いやいや、あの無人機の音が怖いな。ね、無人機やるにしても最後だよな、あれ。この兵士さんたち全然お休みに入んないじゃん。ブラック軍隊。さてどうしようか。この建物の上に登りてえな。あ、はしごあるやん、ここ。え、本当に？本当。そこ大丈夫？無人機に見られない？え、ここ見られたら最悪だよ。多分大丈夫、大丈夫。オッケー、そっち行くわ。で、急に危険エリア150って。うん、あ、ま、これね、しゃがんで、遮蔽物に隠れないと見つかるわ。オッケー、オッケー。でもここ登ったからといってって感じだな。本当に？地上よりは敵を減らす。おっと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 。あ、ちょっと聞かれてる。これもう一個上に登りたいな。ねえ、いや、行くにしてもさ。無人機ちょっと待って。地形じゃん。無人機地形よ。伏せていったら見えない？おあ、大丈夫。あ、大丈夫。多分大丈夫。前についていくよ。でもこれいやでもバレないよこれ。いや、これならバレない、バレない。よし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 。ああ音怖っ。マジで怖いもん。上いける？これいけなくね、これ。え、あれ、いけなくね。え、これ以上上いけないの？これ登るとこ違う？これもしかして。ちょっと待って。はないね、こっから上。いや、え、この上どうやって行くんだ、これ。戻るしかないじゃん、こんなの。戻るしかないね、もうね。あの、こっちのキャンプあたりにいる敵さんはもう接近してやるっきゃない。だのかな。ただガドリング持ってんだよな、あいつ。やべえ。よいしょっと。どれもしまいにウルブスが襲撃に来ても俺はもう知らんぞ、うん、それはうん知らん。それはさすがにねHTI が手に入ったらあのウルブスの飛行機すら撃ち落とせることを信じていいかな。そう、撃ち落としたいな。これで全然ダメだったら悲しいよ。悲しいな。いや、ワイルドランズの時は最強だった HTI だけど、今作ゲロ弱になってるかもわかんないよ、ね、やめてほしいわ。電源装置破壊工作できちゃうよ。どうする？これで無人機止まるならいいんだけどね。いや、無人機はあれ別に。さすがに止まりはしないわ。ただ警報が呼ばれないよってぐらいだし、まだちょっと切るのはね、早いな。C4 とか持ってたっけ？あ、持ってる。てかやっぱこの離れのやつ見られそうで怖いんだけど。もうちょっとバレた時用に C4 くっつけちゃうか、これ。あ、バレたらポンみたいな。そうそうそう。あれ？あ、違う違う。水筒出した。そうです。水かけてもショートするだけで十分破壊工作。オッケー。
設置完了。周りから順番に削っていく方がいいのかな。あ、なんかなんだこの敵なんかスタックしてるぞ。あいつやりに行こうかな。じゃあ、うん、いけるね、こっちから。しかあいつのとこにクレートあるし。OK。HTI クレートは、うん、多分あれじゃないんだよな。今まさにあの、キャンプ地で敵が密集してるところにあるクレートがおそらくは HTI なんだよな。多分そうだよな。でも、このクレート HTI だったらなんか。もう逃げるよ。ね、逃げるよ。あのスタックしてるやつ何してんだあれ。ちょっとあれスナイパーでシュパンとやっちゃおうかな。シュパンってやって後ろのヘリ当たりそう。近くに敵はいない。やるわ。オッケー。はいはい。あ、良さそうなバトルハインドだけどね。くれと。で、ここから敵を撃てそうな、あそこに敵が一人いるんだよね。ああ、2500円だこれ。スキルクレジット。うん。この民家、この民家に敵が多分もう一人いるんだよね。だよな、なんかもやある。で、こいつやっていいと思う？撃てんならいいんじゃないですかね。一人っぽいし。オッケー、じゃあやっちゃいます。はい。多分当て、伏せよ。多分当てれるはず。オッケー。はあ。この民家の中。待ってね、民家の中待ってね。あの。ん？いや、なんかもや、もや消えてる。あ、中に2人いるわ。中か。オッケー。手前から俺も入るわ。冗談に気をつけよ。うん、あれ中なのあれ。うん、中にいるわ。あぶね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 。バレたら俺はもう C4 ボーンだぞ。あれ動けねえ。動けねえ。動いたらてってってとかなるもん。マジで？マジで。どっちか狙える今。どっちも狙えねえ。で、ごめん。ナイスー。危ねえ。マジで今撃たなかったらバレてた。ヒヤッとするわ。はあ。はあ。よしよし。あとはね、キャンプのやつらだが。これはね、もうね、あ、まず、こいつがちょっと、こいつがちょっと離れてるから、あいつやりに俺は戻る前に。この家の上になんかあるよ、家ってか。監視塔だね。監視塔。スイカ拾ったんだけど。なんかもう物々しい箱だけど。お？いいもの。これはスキルポイント。スキルポイント。まあ、スキルポイント序盤大事で。まあまあまあ。これ何何何何。ガシャン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 とか言ってる。怖い怖い怖い。近い近い。無人機が近い。ボックス上か。ん？あるよ。あ、こっち？はい。これ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 。あ、これか。めくらだった。めっちゃドスルしてたけど。ね、無人機なんでちょっと元気になってんの？ガシャンガシャンガシャン。大丈夫？よし。ちょっとぐるっと回って戻ろうかな。うん。いや、今までに。え？足音聞かれた。今一番ステルスしてる今までで。してるしてる。あ、ちょっとみんなびっくりマークついてるけど。なんでさ。いや、まだ大丈夫だ。多分これなら離れれば警戒解ける。俺も離れてる。え、ちょっと
ちょっと来てる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 離れよ離れよ。ちょっとここでバレんのは嫌だよ俺。まだ大丈夫だ。よしよし、俺は隠れたの。これ。いや足りない。もっともっと離れよ。あレベル上がった。この辺敵いねえよな。ちょっとあさろ。民家に隠れてドローン出そう。いや幸いにも死体がバレるような場所にはないから。うん、ああ確かに。ロケラン拾ったわ。万一無人機に見つかってもよし、手動できる。ああ、こっちまでやってこないのかな。いやむしろ敵がばらけてくれたから好都合っちゃ。どう？今敵がみんなさっき言った監視塔に集中してるわ。監視塔じゃないや、これは。ああ、まあ監視塔か、これも。これ警戒解かないのかな。でも解かないなら解かないで、今ベースキャンプの方はもうガラ空きだから。あ、警戒解いたわ。あ、解いちゃった。ちょっと遮蔽物が、あ、戻っていっちゃった。あはは。重装備のやついるな。近くには無人機。重装備のやつは本当にスナイパーとかで一発で頭を撃ち抜く必要がありそう。こんなところにクレートがある。拾ってなかったんか。拾ってなかった。1500円で高い。あ、 BGM 切れた。待てよ、この兵士をずっと見ている敵が一人いるな。いる？ここにいる。ああ、移動した。あ、中戻ってった。でもあれ A 撃ってもバレそうだな。ねえ、担いだとしても遅いから来ちゃいそう。 A と B 同時にやるしかない。いや、あのね、 A がね、あのオブジェクトの後ろに行くことがあるんだよね。ほう。その時がチャンスかな。あの、ここに A がいるじゃん。いるね。 A がね、こっち側に回ることがある。ほう。あ、ここ、あ、今移動してる。来てるね。無人機も奥だよ。あ、今やっていいと思うな。やりに行けんならやってちょうだい。ない。はい。ナイス。オッケー、バレてない。で、あの、ここに二人組がいるんだけど、これが離れたでしょ。で、多分 B を撃てると思うんだよね。B は俺が撃ってる場所に行くわ。うん。多分待ってたらこっちに出てくるはず。ちょっとこの死体担い、ここにちょっと隠して、ここに出てきたから OK やるわ。うん、ナイス。あと5人。ふうふう。で、俺もそっち側のテントに移動しようかな。うん、この辺もだいぶ片付いてる。待って、このテント入れんくね。有刺鉄線で。あ、無人機。無人機。地形地形。テントさ、あの無人機の方行かないと入れないと思うんだよね。うわ、この二人ちっか。ソリよ。あ、無人機マジ邪魔くせ。有刺鉄線あるでしょ。うん、これ
これいい側から行くしかねえじゃんこれ。あ、ちょっとね、ここに一人だけ孤立してる敵がいるんだよね、目標ビー、うん、いるね。ちょっとあいつを倒しに迂回するわ。行きたいな、そっち。もうこのハインド乗って走車してその方が落雪ある。いやもう呼ばれたらめんどくさいな、うん、C4 ドーンしなきゃ。あ、 B やれそうだな。止まる、あれ止まってない、大丈夫かな、あれ。2人組に見つかる前にさっさとやんないで。2人組ね、こっち側には移動してこないんだよね。あ、そうなの。うん、あの2人、あー待てよ。こっち来てね。あ、来てるな、やばくね。俺左やりよ、来たら。ああ、迂回してた。やっぱ来ないんだ、こっちには。あ、兵士が、建物にいた兵士が一人出てきたな。こいつとね、こい違う、あれ、させない、うん、分かるよこいつとこいつをやりたいな。重装備、うん、ああ違う、重装備やれるかもしんない。本当、重装備やるか、思い切って。え、敵を視認した、倒した倒した。電源装置、電源装置起爆。で、こいつ、こいつらならやれる。やるか、やろう。待って、おい、一人、まあ、なんか来てんな。もう一人いる。あ、違う、中のやつやった。 OK、 HTI 回収しよう、回収しよう。どこ多分これじゃないかな。あ、外側だ。んー、これどっから飛んできたこれ、わかんない。多分 HTI これ、違う、これスキルポイントっぽいの、これデザートイーグルだ。イーグル、よし、プランを変更しましょう。あのヘリコプターに乗って走車ってのはどう。死にそうです。頑張ってください。あのヘリみたいのに撃たれた、あれか。待って、一回建物逃げるか。幸いにも敵兵士はいないから。兵士はね、確かに、まあ、ちょっと港の方にちらほらいるだけで。行ってあのヘリを撃ち落として、死んじゃう。あ、リスポンしてちょうだい。ちょっと蘇生にはいけないわ、うん、割と遠いとこでリスポンしたな俺。どーい、さっき俺ロケットランチャー拾ったから。あ、そういえば、え、でもさ、あれロケットランチャーを拾ったんじゃなくて、ロケットランチャーの弾を拾わなかった？いや、ロケットランチャー、あの消費アイテムのとこにある。できそうなら、あれをどうやってセットするのこれ。消費アイテムのさ、セットの仕方がわかんない。あ、やった、あ、こうした。でだよ、あ、クレートがもう一つあるね。そう、結構近くにあった。あれ開けに行こうか。
ああ、待って待って。この迫撃砲はヘリのやつじゃないわ。無人機かな、ひょっとして。なるのかな、ね。よし、HDI ゲット。勝った。これは勝った。これは勝ったわ。こんな序盤で手に入れれちゃって。で、捜索も中止してくれたから実質勝ちじゃん。はい。警察ドローンだ。危ねえ。あ、待って、死ぬ。体力大丈夫。死ぬ。危ねえ。でもヘリ乗って逃げよう。ヘリ俺まだ取ってないから。あ、そっか。まだ取ってないから。早く回収してくれ。ああ、もうね、ひたすら迫撃砲みたいの撃ってくる。迫撃砲の元のところ壊せない。どっから撃ってきてんのか分かんない。ドローンも今出せないから。ああ、そういう。いや、無人機ちょっとあのドローン壊したい。もう落ちてきた。オッケー、オッケー。で、そのクレーターがどこにあるんだっけ。ね、あの、これこのキャンプの中。ああ、うん、多分迫撃撃ってきてんのはあの無人機なんだよね。だね。今目の前で撃つと。あれ、今何かに発見されたんだけど、敵どこだ。あ、いた。あの無人機 HDI でぶっ飛ばしたのか。ぶっ飛ばせ。ぶっ飛ばせんのか分かんないけど。許さんぞ。あ、威力は入ってる。ダメージ入ってる、ダメージ入ってる。ただ、あの、弾を当てるところをちゃんと考えないといけないかも。ちょっと監視塔に登って。あ、待って、俺死ぬ。え、それダメだって。え、それダメだって。ドーンって。あー、もうそりゃないぜ。やばくね。あ、 HDI は回収できた。できたよ。装備してないけどまだ。じゃあもうね、逃げよう。逃げよう。ここにヘリがあるから、そっちの方に。オッケー。行っといてもらえれば。え、無人機さ、俺フラグ5個当てたのに倒せなかった。特別あの無人機が硬いっていうのもあるけど。絶対硬い。カッチカチ。カッチカチやぞ。で、ピッ。出力、あー、シフトコントロールで上下か、これ。OK、リスポーンした。あ、待って、ちょっと乗り物の感度低すぎ、下げすぎたわ。え、俺が運転しても大丈夫だけど。ほら、俺今リスポーンして治療中。あ、待って、ヘリ落ちた。死んでるもん。もう無人機強すぎんだけど。
ちょっとね、HDAI 欲しさに行ったけど、うん、もうね、今の段階で行く場所じゃない。まあ、確かに150レベルだもんね、これ。うん。まあでも、手に入ったから、まあ、生き返ったら、生き返ったらこっち来て。あれ？は？ね、あれ、うん、これは見えちゃっていいものなのかな。あの、マップを見たらさ、さっきの、あの、推奨レベル150プラスだったところ、うん、に、メインミッションが発生してて。あ、そう、俺もあった。あの、ウォーカーっていう、かつて同志でもあり、戦友でもあった人、うん、を排除しなければならないっていうメインミッション発生してるんだけど。それ、割と最後臭いミッションだけど。っていうかさ、まだ、メインミッション上、まだウォーカーが敵だと分かってない段階なんだよね、これ。ベータそこだけ引き継いだんじゃないの？え？それとも、あの、あらゆるミッションをすっ飛ばしてエンディングを迎えれるのかもね。バグじゃん、そんな。そんなバグ。いやいやいや、最近そういうゲームはいくらでもね、あるじゃない。本当に？あるよ。まあ、とりあえず、はあ、正しいメインミッションの方やっていこう。出口のない島。ちょっと HDS。